アメリカのバイデン大統領は15日、パレスチナ自治区ガザの情勢をめぐり、イスラエルのネタニヤフ首相と電話会談しました。ホワイトハウスによりますと、バイデン氏はネタニヤフ氏に、ガザ最南部のラファエの地上侵攻について、民間人の安全確保が確実な計画でなければ進めるべきではないと改めて伝えました。 また、会談では、イスラム組織ハマスに拘束されている人質の解放や、ガザの民間人への人道支援についても話し合ったということです。こうした中、イスラエル軍は15日、ガザ南部ハンユニスで最大規模の病院に部隊を突入させたと発表しました。軍報道官は、ハマスが病院に人質を拘束しているとの情報があったと説明しています。